こんにちは、おりんです。今日は先日使っていたこのモコカフェ、こちらの残りを使ってシュシュを作ろうかなと思います。先日ね、こちらをダイソーさんで購入したんですけども、シリコンゴムっていうことで、インスタとかで見かけましてですね購入をしたんですけども、絡まないっていうふうに書いてたのに、ちょっと痛いんですよね。髪の毛が引っかかって痛いので、でももったいない、捨てるのももったいないな、じゃあちょっと毛糸でくるんじゃおうかなっていう感じで、くるんで使おうかなと思います。ちょっと余談なんですけども、先日動画をアップしたんですけども、その後手洗いでね、お洗濯をしますっていう風に動画内でお話をしておりまして、で先ほどお洗濯をしたんです。洗面台の方にお水を張りまして、そこにジャッとつけましたところ、すごい白く濁ったんですね。でめちゃくちゃ濁って、3、4回水を変えまして、やっとこうちょっと濁りも少なくなってきたかなっていうぐらいで、洗剤の MR を少し入れて手でお支払いをグッとしましてですね、お支払いをした時に、ピンクを使っていたので多少色落ちがありました。その後すすぎを2回ぐらいしたと思います。それで、洗濯機の方に入れてソフト脱水をかけました。2分ぐらいだったと思います。それで今干している状態なんですけども、やっぱりね、肌に触れるようなもの、特にマフラーなんかはやっぱ洗ってから使った方がいいなと、あの濁りを見て実感しました。すごく濁ったので本当にゾッとしました。子供につけるとかなる場合は、私は絶対洗おうと、洗ってから使おうと、あれを見て思いましたんで、お伝えしたいと思います。はい、すいません、全然違う動画なんですけど、同じ毛糸を使ってるんでお知らせをさせていただきました。はい、それではこちらの糸のご紹介をさせていただきます。こちらダイソーさんで販売されておりますモコカフェ、こちらのカラーナンバー M3 番ショコラベリーっていう色のものをミニマフラーで使ったものの残りになります。はい、13g になってます。でこちらポリエステルが 100%、通常でしたら 40g 入りで 50m 入っています。でおすすめの使用針のサイズが15っていうことになっておりますね。はい、で一応手洗いができます。今回シュシュにしようと思っているので、洗うとかはないと思うんですけども、はい。で、こちらもダイソーさんで購入しました。シリコンリングゴム、細いタイプ6パック入りですね。直径が約6センチって書かれてますね。はい、太さは2ミリですね。はい、こちらブラックとブラウンとあるみたいですけども、今回私はブラック購入してきました。はい、はい、こちらをですねシュシュにしていきたいと思います。使う針がですね、今回はおすすめダイソーさんのおすすめ通り 6.0mm 15で、それではもう普通に細編みを編みます。ここから奥に毛糸を持って、手前にゴムを設置します。でここを挟んで、ここからこう奥の1本を取ってきますね。こうしてこうキュッと、これで結ばれますんでね、これまたなんか目が見えにくいことになりますけど、まあ、で細編みします。もうひたすら細編みを編んでいこうかな。あ、立ち上がりしてませんね。まあいいか、シュシュなんでね、なんかこう密集して編めば
いいかなっていう程度の今回はそういう回となっております。4回編んでますね。でずっとこう黒い部分が見えなくなるまで密集してこのまま編んでいこうと思います。はいはい、それでは一周ぐるっと覆ってみました。こんな感じになります。でこう伸ばすとねちょっとやっぱ黒い部分見えるんですよね。なのでその本当にシリコンの部分が嫌だと、もうどうにかしたいという場合はもっともっときつくした方がいいかもしれないですね。もうなんかキューってやったらこんだけ出ちゃったんでもう一回編んでいきます。はい、それでは1段目つなげていきたいと思います。手探りです。触るとここが多分1目目の柱かなっていう感じなので、まあ、その辺にプスッと刺して引き抜き編みをしました。はい、まあ、こうやって触ってやっていくしかないんでもうこれでいいわっていう場合はこれで終わっていただいていいと思うんですけど、まあ、私はじゃあこれから、長編みをちょっと編んでクシュッとさせたいと思います。で今入れたところにですね2目ぐらい長編みを編み入れようかな。はい、こうして長編み、これ立ち上がりしたんで3目で、あ、2目編んで3目分編み入れてる感じになると思います。で次ね、細編みの頭に長編みを3目入れていくっていうイメージでちょっと編んでみようかなと思います。はい、それでは長編みを何目編んだかとかカウントすればよかったんですけど、でもめちゃくちゃ適当に編み入れてここだけなんかピアッと出てきたりとかしちゃったんですけどね、一応出来上がりますこんな感じです。1箇所に対して3目は編んだんです。で全部の目を拾ったかって言われるとこことかめっちゃ開いてるんでね、こういう風にポコポコ開いてるんですけど、適当に拾って適当に3目編んだっていう感じでこんな感じになりました。それで最後のねところまで来たんですけど、はい、これをねつなげて終わりかなーっていう感じになります。ここがね立ち上がりなんで、まあ、ここを通しとこうかな、こんな感じで、はい、それでつながりました。で残りがこんだけですね。もうあと1個分いけないくらいですね。こう連投するとこんな感じです。ちょっとねふわーってこう広がってしまうんで中長編みでもいいかもしれないですね。ちょっと中長編みで一旦編んでみようかなと思います。はい、それでは中長編みで編んでいきました。同じように適当に目を拾いながら一つの目には3目入れてっていう感じで一周ぐるっと編みました。で、私個人的には中長編みのこういうひらひらの方が好きだなと思います。なのでこれで終わりにしたいと思います。どうでしょうか結構なんかボリュームが長編みよりはこう出てくしゃ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 くしゅくしゅくしゃくしゃくしゅくしゅだったような気がします。ちょっと手に通してみるとこんな感じでふんわり可愛いのでこれで出来上がりにしたいと思います。普通に長編み同様に
立ち上がりは2回です。中長編みの場合2回立ち上がりを編んで、それから適当に目を拾って、拾った目のところには3回中長編みを入れるという感じで編んできました。しでは糸始末します。糸始末はもう適当に見えないんでね、いつも通りの感じで始末して、こんな感じでゴムのとこにも通して、ピポピポ来ました。救急車へ通るんですよ、よく大きめの誘引が近くに。はい、よいしょ、はい、できました。あ、かわいいですね。洗った時の水の濁り具合がちょっと気になるので、これももしかしたら洗うかもしれないです。あ、すごいかわいいです。これでちょっとくくってみると、若干こう取る時とか何もない、普通のゴム、ヘアゴムだとスーッと取れるところを、やっぱシリコンのゴムだと取るときにちょっと引っかかる感じがあるんですよね。なので、子供は嫌がるかもしれないんですけど、自分で自宅用に使おうかなと思います。すごい可愛いんでね、手首に、子供の手首に巻いても、可愛いかもしれないですね。はい、それでは本日の動画は以上になります。すいません、ちょっと適当に拾って適当にみたいな感じで申し訳ないんですけども、目が見えにくいのでね、本当に適当に拾っています。はい、何か参考になれば幸いです。はい、洗ってみた時の感想とか、よかったら聞いてみてください。この動画の前半でお伝えしております。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方お待ちしておりますのでよろしくお願いします。高評価ボタンの方もポチッと押していただきますと励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、それではおりんでした。さようなら。